大谷の出勤スケジュールが鬼畜すぎる。大谷さん、17連勤務、1休、移動、9連勤、働きすぎやろ。このスケジュールで、4勝、7本塁打してんのかよ。二刀流ってすげえわ。違う、大谷がすごいんやで。怪我しないでほしいわほんま。トラウトしょっちゅう休んでるのに、大谷は休養1日しか取ってないからな。休ませたれよ。監督が休め言うても、大谷が出たい言うてるらしいからな。セルフブラック企業で草、自営業だからセーフ。野球サイボーグでワロタ、フラ彼女とかいるわけないわ。MLB 過酷すぎるな。一方、日本人さんゴールデンウィークで怠けてる模様。Y35 歳、最近仕事忙しくてさ、やっと一息つけるわ。はは、あんた大谷くんより忙しくないでしょ。もっと頑張りなさい。わい。母ちゃん、実家暮らしのおじで草、大谷と比較すると、ほとんどの日本人は怠けやろ。大谷の試合応援してる日本人多いよな。職場でも大谷大谷言うてるわ。イチローとか松井と違って、これまで野球に興味なかった奴らが大谷応援してるのキモいわ。それが大谷の功績ではマジでそれな。大谷のおかげで、野球興味ない人らが興味持ち始めたんやろ。野球人気が大谷のおかげで復活してるわ。野球人気ば、大谷人気20丸。大谷はこの実力で顔、仕草が好かれやすい。イチローが大谷の顔やったら違ったと思うで。イチローが大谷の顔は草、可愛い顔してプレイスタイルは圧倒的パワーってのが良いよな。大谷はプロ野球選手というよりプロ人間。ゴミ拾い、調子乗らない、陰口言わない、ストイックな食事、睡眠、練習、神に選ばれた圧倒的才能、ルックス、これ全部揃ってるやつ大谷以外おらんで。日本人が好きな野球ランキング、4位、MLB、3位、NPB、2位、高校野球、1位、大谷翔平、大谷翔平、概念。このチャンネルでは、大谷選手の動画を中心に毎日更新中です。毎日更新頑張るので、よかったらチャンネル登録だけお願いします。